さあ、それでは能力値で決める最強の悪統一パーティー最終回です。やっていきましょう。悪タイプ楽しみだった方いるんじゃないでしょうか。僕も楽しみです。なので最後に持ってきました。では体力からいきましょう。ドン、ディンルーですね。はい、地面の時と同じ型で使いますが、まあなんだかんだ仕事はするやつですよ。今回は食べ残し持ってます。お盆じゃないけど、おそらく大丈夫でしょう。では次、攻撃部門、ドーン。とどろく月でございます。ドラゴンの時には出番がなかったんだよね。実装当初はものすごいステータスで話題になってましたが、最近はどうだろうと思ったんですけど、アクロバット型、実は使ったことなかったんで、今回、ブーストエナジーアクロバット、やっていきたいと思います。では次、防御部門、ドーン。はい、リンルー再び防御2冠ですね。うん、アークタイプすげえな。なのでこの枠には後でサポートの方に入っていただきます。では次、特攻部門行きましょう。いいよいですね。はい、スカーフで圧倒的な火力を上から撃っていただきます。まあそのシンプルな強みが、素直に生きる時もあれば生きない時もある。百族のスカーフってすごい絶妙ですからね。うん、まあ頑張ってください。では次、特防部門、ドーン。ジオンジェンですね。どっちかっていうと物理に振ることが多いかな。うん、毒の粉と宿り気でじわじわ行きたいですが、まあ日頃食べ残しの方を使ってたんですけど、一気に体力欲しいなーって場面もあった記憶があるので、今回こっちをお盆にしました。はい、活躍に期待しております。実は火力そこそこはあるからね。では最後、素早さ部門、ドーン。パオジアンでございます。はい、やっぱりいました。でこいつもタスキと身代わりのいつもの型を使います。つらら落とし、私が使った時にはひるませるどころかクソ外ししそうな気がするので、今回は採用しませんでした。安定技アイススピナーで、気合の助けと身代わりって相性悪くねって言われること結構あるんですけど、そうじゃない、明確な根拠があります。そう、身代わりの体力を消費して身代わりを作るっていう、この文面だけ見たら確かに体力最大を自ら捨てる身代わりってのはミスマッチに感じるんですけど、そんなのどうでもいいぐらい身代わりを設置するという行為が強いのですよ。うん、包みが上から身代わりしてきたらそれだけで負けたってなる時あるぐらいね。高速の身代わりは強いということで、あくまでタスキは一撃で落とされないための保険に過ぎず、はい、例えば相手が残り一匹まで追い詰められている時、身代わりがあればそのテラスタルタイプを確認する1ターンを生み出せる可能性があります。その他いろいろね。なので私はタスキだろうが身代わりはありだと思ってるので、今回採用させていただきました。で、このメンツね、見ての通り全員パルディアさんのポケモンということで、これまで存在した悪タイプの存在を全て無に帰してしまうということですね。これやべえな。悪は原型が消えてるわけですよ。そんなもう超豪華な悪統一、この後やっていくので、どうぞ。補欠もいるよ。はい、というわけで助っ人枠はドドゲ山に入っていただきます。フェアリーの弱点を打ち消しつつ、ステータスもトップクラスで申し分ないサポートですね。今回はよろしくお願いします。で、悪タイプ的には誰がきついんだろうって考えたら、意外とヌメルゴンとかですかね。あとドドゲ山を打ち砕くだけの火力もあるかどうかは怪しいといったところでしょうか。月とくかって思ったけど、今回はドドゲでいきましょうか。よろしくお願いします。練習試合したんですよ、ランクまで。したら最初の2体パンパーンってやられて、あーこりゃダメだって思ったら、最後に出したチウォンジェンが一人で3体抜きして勝ったの。うん、今回はやばいね。期待できますぜ。ほう、挑発でもする気か。最近のランドはどうだろうね。俺は挑発あると思うので、
まああるかどうかもわからん技に怯えてもな。まあランドロス君に座ってもいいし、とりあえず負けるときに巻いておこうか。ほう、正解でしたね。負けるときに巻いておかないと。さあ、お相手の後続から出てくるポケモンはロトム。ほう、スカーフでも押し付ける気か、あるいはドロポンで押してくるか。どうしましょうかね。トンボ見えてるからな。まあ、ここはじゃあこちらはチオンジェンに交代しましょうか。スカーフでもまだ動けますしね、リンルーよりはマシです。チョイス。さあ、オフーダーでお相手の特攻じゃない攻撃の方が弱まった。さあ、道具を入れ替えて、メガネもらったぞ。ほう、まあまあ威力出るじゃん。じゃあ返してくれてもいいんやで。ぶん殴ったらメガネチオンジェン。特攻なくはないですからね、結構いくぞこれ。塩行くぜ。やっちまったなお相手し。さて、消えていただきましょうか。まあチオンジェンはギガドレ持ってないこともあるからな、これはやっちまったな。終わった試合ありがとうございました。まあさっきもチオンジェンやらかしましたからね、今回はこういう試合多いかもね。対戦よろしくお願いします。というわけで、さっきみたいな試合をまた引き起こす可能性があるから、今回のパーティーは面白く、そしてやばいな。お相手のパーティーからして、海流がめんどくせえわな。どうするか。神速超怖えし、まあチオンジェンでいきますか。薬剤が超強えな、マジで。これさっきの動画で、動画つうか試合って言ったか忘れちゃったんですけど、練習試合ボツっちまったからさ。はい、今回の最強統一、今回で最終回になりますが、ポケモンもともと持ってた率がめちゃくちゃ高かったんですよね。ほとんどのポケモンもともと持ってたんですよ。なのでそういうのもあってね、ポン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 出せたんですよ。剣盾の時の最強統一はなんだかんだ育成しなきゃなーって新しく作ることも多かったんですけど、今回はあらかじめ持ってたの。つまりパルデア能力値主義環境が加速しているということですね。能力値が高いやつは技も強ければ特性も強いのかもしれない、故にもともと育てているというやつです。その強さ、今回の試合でも証明してくれよな。よろしくお願いします。ウトーグマ、アクー。さーて、ではまあステロ巻きますか。行くぜ。開幕から失礼します。バリーン。ここでちゃんと仕事すれば後ろも逆サイですからなんとかなるじゃろっていう雑な考えです。ほう、お前ゾロワークだったのか。悪に出すんだね。正直何にも考えてなかったよ。さて、お相手は今食べ残しを持っている。であればもう一回トリックする可能性ってあるかね。ないとは言い切れない。まあ食べ残しでもいいや。こっちへの交代ならデメリットはないので。炎を吐けるのでそのまま来るかもな。後ろからウーラオスが来るということが確定化してしまった。今回は出るとさえ思ってなかったのでまんまと化かされましたね。さあ、災いのオフーダ、解放者。威力意外と出るな。おい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 、これはきっちりよ。
さてそのクマちゃんどうしてやろうかね。宿りに巻いて退場ってところか。いや、畑落としておくか。食べ残しなんだよな。どうしましょうかね。宿り着で。こうしゃ。ほいっと。まあ、チオンジェンはやられてしまいますね。そこはもう諦めましょうか。申し訳程度に。回復させてもらうぜ。ただ来ると思ってなかったゾロワーク、こうしてみるとものすごくきついな。ほう、引っ込めた。ですがあんだけ体力減ったらもうバレてるってやつだぜ。包みなんか来た。これうまみ成分しかないっすよ。これブーストしていく。残念、攻撃技もあるのだよ。消えろ。意外とね、チオンジェンのギガドレは警戒されない。というのも、最初に語ってた、チオンジェンが3立てで勝った没試合、ツツミにギガドレが決まったというところは同じです。はい。なんか舐められるんだよな。さあ、どっちだよ。これ、化けてる方ですね。なんせ体力が最初から減ってんだもんよ。さーて、まあギガドレでいいでしょう。解放者、舐めてかかると痛い目見るぜ。にしてもこいつさすがの特ボスね。さあ正体見えたり。食べ残しでちょろっと回復をしますが問題ないね。なんか素のスペックでぶちのめしそうですね。また見慣れた光景。チオンジェよくやった。すごいよお前。とてもじゃないが削った状態で場に出てきたとは思えない活躍っぷり。ではパオパオ。足はこっちの方が早いです。向こうとしても交代はしたくねえだろう。ここはもうスピナーでいきましょうか。安定です。ほう、引っ込めた。まだ残すか。ですが武闘グマだろうがこれは結構痛いんだぞ。岩が食い込み、安定技のスピナーを食らえ。いいね。ですがさすがクマちゃん硬いじゃない。剣ありますよ。ですがお相手もこれテラスタルあるか。切ってくるかもな。切らなかったらさようなら。 OK、 いいね。さあ最後ゾロワークですが、ゾロワークはもともと足がパオジアンに劣っておりますので、先制技を打たない限り上から殴られて死ぬ定め。氷タイプの技は無効がない。よってゲームセットですね。ありがとうございました。くるくるー、やったぜ。正直あんだけきついって思ってたのになんか勝ったな。お相手が堤のあれやっちまったのが最大の敗因でしたね。ですがさすが薬剤軍だ、つえな。対戦よろしくお願いします。パッと見ですが来るのはアメモースかな。じゃあディンルーから行きましょうか。というかディンルーの先発適性よ。あとどうしましょうかね。炎の通りは意外といい気がする。焼き潰せそうだぜ。月行こうか。月とあとはパオジアンだけは警戒しておかないとな。だったらこっちもパオジアンだ。よろしくお願いします。さあ今回は珍しく2日に分けての録画となっています。というのも焦って動画を出す必要もねえと、ゆったり2日間録画するかって感じでね。その分動画時間が長いわけでもないと思うけど、まあこんだけわかりやすい最強の統一パー、ゆったり味わわせてくださいよ。はい。まあその分当然お相手も対策は考えている可能性も高いんですけどね。でも意外と
タイプはまとまってるけど長所が全然違うからな。対策しきれない可能性はあると思う。今回のお相手は炎が2体で水、氷、虫か。結構偏ってるよね。いざよろしくお願いします。意外と耐久泥沼戦みたいなのはまだ始まってないから、これはスカーフトリックの匂いもしますわね。ま、構わんよ。逆にこいつが吸っちまえばと一瞬思ったが、今回はそこはあまりうまわじゃねえのか。月さあ行こうぜ。そいや、ブースト起動、攻撃が上昇します。それでいて向こうがスカーフでも押し付けてくれたら最高じゃねえの。ロトム君、道具没収な。スカーフかな、メガネか。残念、外れですな。ならばまあスケールショットをお見舞いしてやるぜ。ほう、私のロトムはフェアリーでしたけど、今回のお相手は、おお、フェアリーだ。同志がいますよ、ここに。ちょっと親近感湧くね。ですがお相手切っちまった。ここから先はドストレートに来るってこと。テラバース、すまねえな月ちゃん。まあこれでもうトリックを押し付けられる心配はなくなったので、優雅に攻めさせてもらいますよ。よっと、さあここはもうテラースタル切っていきましょうか。捨てろ。ボルチェンで一旦仕切り直す可能性も高いでしょうか。メガネですからね。ドロポン、ボルチェン、トリック、テラバじゃないかな。まあこの状況でボルチェンはちょっと打ちづらいから、このターンは居座るんじゃないですかね。こんにちは。さあステルスロックで後続に負担をかけてるぜ。それでも奪うのか。どうぞどうぞ、そんなに欲しいならくれてやるぜ。さあカタストロフィーで半分いっとくか。ボルチェンで逃げる可能性もあります。逃げた、効かないね。ここでお相手が出してくるポケモン次第か。一応ステロは少々刺さりますが、炎来るかな。エースバーン、さあ刺さっていたかろう。半分持っていくぜ。ではちょっと帰っていただきましょうか。コートチェンジやってくれるね。面白い技を。今回は非常に災いしますね。帰って。ですがまあ、タスキがなくなったけど、なんせこっちは最強だからきっとなんとかなるぜ。改めて負けばいいだけじゃん。捨てろ。テラバースト、等倍で襲いかかる。さすがに効かねえよ。ほら、よっと。いかにして削って相手をいなすかが今回の勝負を決めると見たね。テラバー。まあ、フェアリーだからこっちも交代できねえからな。急所当たっちまったか。そーら、よっと。いいダメージ。それだけ削ればもう十分だぜ。吹き飛ばし。なんだかんだ仕事してるからな、ディンル。お相手の体力を半分ずつ削って、未だ健在。
もう一匹明らかにしてほしいっすね。さあ、エースバーンじゃない方出てこい。エースバーンか。君はハズレだね。武器飛ばし。まあ火炎ボールで来るだろうな。あればですけど。ヘッド？ないのか。それとも威力確認でひるませに来たか。はい、撃沈。これでエースバーンは実質撃破ですね。素晴らしい。また君か。ま、吹き飛ばしを続けましょうか。もう一丁。まあ、向こうは交代はしたくはねえだろう。その分ステロが刺さり続けるだけだから、テラバで殴ってくる。問題はタオジアンで全抜きできるような相手かどうか、そこが問題なわけですよね。これ結局お相手はトリックで食べ残し奪っといて大正解だったな。これさあ誰が出てくる。エースバンか。かたくなにもう一匹見せてくんねえな。さあこれだけで一体撃破って考えたら普通にやばい。ほう、パオジアンか。見えたね。さあ問題はこいつがどういう振り方をしているかだね。武器飛ばし、しっかり仕留める。じゃんけんバトルにまで追い込んだのやべえな、ディング。そうです、これパオジアンの足が速い方が勝つやつです。これあるいは剣がなかったら向こうは厳しいだろうね。さすがの不意打ちとかのそれでも落とせないだろうから、これは足が速い方が勝ちます。お相手はテラスタル切っちゃってるしね。さーて、人類一体の活躍でここまで持ってきた。さすが最強の悪タイプ。2巻だけはあるね。剣負け打ち分けてるから、これ同速勝負に、すいません、トレーナーの運で勝てなかったです。ポケモンたちは頑張ったと思う。ありがとうございました。ここだけはもうどうしようもねえんだよな。ちょっと待てよ、最強統一で一つだけ最強じゃないやつがいるな。対戦よろしくお願いします。最終戦。さーて、今回はいいところお見せしたいんだが、月ちゃん行くか。開幕からって思ったけど、月ちゃんは怖いかな、さすがにな。いいゆい、月、パオジアンで行くか。そう、最終試合は、刹那、一瞬の間に終わらせてやるぜ。意外とありそうでない組み合わせですな。やられるより前にやってやるぜ。先ほどの試合は結局、じゃんけんバトルで私のせいで負けたからな。いやー、もうなんとも言えねっす。これで、あのままで終わんのすげえ嫌なんだけど。はいはい、バーサギリ、ヘイヘイ。やつを倒す手段は現状そんなにない。スカーフの打ち合いだったらこっちが有利ですが、わざわざそのためにテラスタルを切るのはどうなの？どうなの？波動でいいかな？十分。ソーラユッタ、わあすげえな、お前もすげえんだよな。こうしてみるとお相手からするとスカーフがバレてる案件かもしれません。でもその場合はお相手がスカーフのそれじゃねえってことだよな。こいつはだったら一発でも多く殴った方がいい。どうやらこいつはスカーフではない。すげえ威力出すなこいつ。剣、はい、撃沈。ってことはさっきのバサギリはスカーフだった可能性で動きましょう。でこいつがタスキだ。ではでは失礼しちゃって、さっきのリベンジさせてくれや。じゃんけんバトル開始。こっちが勝ってる時はさ、お相手が意地っ張りだったかもってなるけど、
こっちが抜かれた時だけはじゃんけんの敗北感がやばいの。なんとかしてほしいもんだな。楽しいじゃんけんしようぜ。不意打ち、逃げたな、じゃんけんから。あるいは意地っ張りか。ずるくない？対戦相手ばっかさ、意地っ張りだから不意打ち取ってきたかもしんない以上負けたことにはならない。一方の僕といえばもう負けることにしかならないからな。いやー、お相手やりますな。何にもしてないのに勝手にやるなとか言われるのはどうなんだろうな。身代わり、こういう時便利なのさ。1ターン様子見でお相手の行動を探るぜ。一撃だしね。毒か、厄介なタイプを。ま、当倍はぶつけられるね。ほなわいは隠れるんで。よーし、毒好き。そうか、威力出るか、そこそこ。まあこれでお相手の底も見えたぜ。電撃戦術での勝利は意外と当たってたようだ。まあ結論全員強いってことだよな、これな。スピナー、行くぞ。ウーラオスにこんだけ通す。毒好き。にしても毒ってことはこれフェアリーを対策しての方ですね。まあ轟く月に対しては格闘技を打つでしょうから、それはテラスタル飛行でいなせる勝ちだぜ。ブースト、まあウーラオスよりは早いので絶対に大丈夫なんだが、アクロバット打たせてくれ。不意打ち食らっても打ちませんしね。最後は気持ちよく劇的なフィニッシュを。バリーン、これで間違いなく落とせます。火力は十分。あれ早くないお前あれちょっと待って、純速の俺確認したんだぜ。別のポケモンだっけ。あれ轟く、おい待ってくれよ。トレーナーが最強じゃないエピソードこれ以上追加するのやめてくれ。轟く月の純速は171で、ウーラオスの最速は163。まさか。まさか。なんだこの嫌な予感。ステータス的には絶対に勝っており、この差、もしかして、そう、死亡フラグ当たっています。この轟く月、交換に出していたので、すべての月を直前に捕まえた個体なんですよ。そう、今回のパーティーで唯一育成した方。テラスタルは変えているけど、もしかして、もし、ミントが入ってないやん。ご丁寧に低下してるよ。低下することで、ちょっと待ってくれ。低下することで、なんか奇跡的に抜かれてますね。危なかったね。いや、ですけど、こういうミスを乗り越えて、難なく戦っていたあたり、やっぱり最強ってことで。そう。こんなトレーナーも勝利に導けるから、こいつらは最強なんですよ。という、まあ、オチがついてしまったところで、最強統一の最終回が終わってしまいます。ありがとうございました。また、いつぞやの機会でお会いしましょう。SV 動画シリーズ自体は、まだまだ続くぞ。なんならアクロバット轟く月はそんなに使ってないからな。次回、出番あるかもしれません。この後ミント使っておきます。ありがとうございました。